ではですね、私どもの、まずは、荒尾干潟水利湿地センターの、紹介の方からしたいと思います。皆様、画面見えてるでしょうか。はい。はい、ですね、荒尾干潟水利湿地センター、令和元年8月に開館いたしてます。ですね、環境省の、直轄施設になります。よいしょ。ですね。開館式典の時に700名ぐらいお客さんがいらっしゃいました。1階が主に展示ゾーンになってまして、生態展示とかですね、あとは荒尾干潟とかラムサール、有明海の紹介などを展示するコーナーもなっています。他の水利湿地センターと違うのはですね、環境省の施設では初めて、調理ができる体験キッチンを導入したりとか、もともとボランティアさん、今日も岩井原さんというボランティアさんが参加してるんですけども、ボランティアスタッフの皆さんの部屋ももともとその子ありきで作ろうとなってましたので、ボランティアスタッフ室なんかも入っています。水利湿地センター、牛山さんが宮島沼なんですけども、全国に現在11箇所あります。荒尾干潟水利湿地センター、九州の本土では実はうちだけになります。西日本も実はですね、ないんですよね。四国も、ラムサル登録の兼ね合い上ないっていうのもありますので、実は、一番だからうちから近いビジターセン水利湿地センターは、琵琶湖になりますね。はい。うちが11番目に令和元年できまして、12番目の動きとしては、ヒヌマですね。茨城のヒヌマが今設置の動きになっています。今日お話しする内容が企画展示のお話になりをさせていただければと思います。見取り図で言ったら、左側が1階に、右側が2階になるんですけども、右側のこの6番、展示コーナーっていう、眺望ゾーンなので、荒尾干潟を一望できるコーナーがあるんですけども、この眺望コーナーがですね、結構多目的スペースになって広いところがありますので、ここでの、企画展示の事例紹介等を、させていただければと思います。各企画展の、紹介をしていきます。これはまず2020年ぐらいから、本格的に始めたもので、まず最初はですね、干潟の漂着ごみ展というのを行いました。私ども環境省の施設なんですけども、人間はですね、荒尾市の環境保全課の方で行ってますので、環境系の課でもあるということで、ごみに関する企画展示をも行ってみようということで、漂着ごみ展を行いました。タイミングよくですね、その時に、矢部川餅っていうですね、殻を持たない巻貝ですね。これまだ発見されて20年ぐらいの新しい生き物なんですけども、これも荒尾干潟で初採集できましたので、その生態展示等も行いました。絶滅危惧種1種になりますね。あとはですね、荒尾市、熊本県荒尾市にあるんですけども、私どもの施設がですね、その中の大志高校という高校の理科部の皆さんの活動の中で、マイクロプラスチックが足原ガニの体内から見つかったとかですね、こういうふうなものも紹介してしました。あとは、そういうふうなゴミを、じゃあ自分たちがじゃどういうふうに向き合っていこうみたいな取り組みやパネル展示をしたりとかしましたね。あとはですね、昭和53年ですね、に、荒尾市はですね、当時、ペットボトルなんてないので、瓶とかのリサイクル事業が始まったって、結構全国的にも珍しかったみたいですね。この時のですね、リサイクル事業の、多く、その時たくさん施設があったみたいなので、その時のビデオが、VHS のビデオがあったんで、これも館内で流したりしました。あとはその荒尾リサイクルっていう市の、荒尾市内の方にもですね、ペットボトルとか、アルミ缶のようなのをこうリサイクルできる工場がありますんで、そういうところは実際こうクラッシュした、アルミ缶のブロックを持ってきたりとかいうふうなところも行いました。2つ目です。この頃からですね、もうコロナの問題がありましたので、ちょっとこう水鳥とか、干潟とは離れるカテゴリーにはなるんですけども、コロナイットブルーということで、医療従事者の皆さんにこう感謝の気持ちを届けようというふうな青い展示とか青い表現っていうのが、この頃動きがありましたので、私どもの方のセンターの方でも何かできないかなということで、自分、四方動物とかを前、
やってたこともあるので、タコクラゲっていうですね、甲冑層が普段は入ってる、この茶色いタコクラゲではなく、甲冑層が入っていないですね、まだ、コペポとかコペポだから食べている青いタコクラゲをですね、展示してみようということで、このような青いタコクラゲの展示なんかも行いました。結構人気でした。今年したかったんですけど、今年はいよいよ臨時休館になって、これは叶いませんでした。3つ目です。今年の2月ですね、NHK の爽やか自然百景でですね、アロヒガタが紹介されました。2回目になるんですけども、この番組の、元そのディレクターさんが知り合いというのもあったので、ここの番組とちょっとリンクしようということで、実際のこうハイスピードカメラで捉えたですね、シギとか千鳥の中の映像の中に、アラオヒガタでは多く由来するですね、こう潮吹き貝っていう貝をですね、食べてるシーンが、4K のハイスピードカメラで捉えることができましたので、こういったのが、今までない、データベースだったので、文献とかでまとめる中で、この百景の番組も、かなり流したりとか許可もらってですね、こういったものも紹介する企画展示を行いました。で、その潮吹き貝というのがこの写真左の方になりますね。もともとこう丸っこい形状をしている、足がそんな長くないっていうところもあるので、結構アラオヒガタはですね、こう西風が吹くとこの潮吹き貝が結構打ち上げられます。で、冬場はですね、ベントス系が冬眠期、あまり活動しないシーズンなので、この西風が吹いた時に打ち上げられる潮吹き貝をですね、結構大膳とか浜市議なんか積極的に捉えてということが分かりました。次です。今度はですね、アラオヒガタ保全懸命利活用協議会というですね、ヒガタのボランティアの皆さん、ヒガタを利活用している団体があるんですけども、そこの作業部会の皆さんで取り組んでもらった企画展で、もともとですね、手すきのり、のりをこう、のりって19センチ×20センチの板のりなんですけども、それをこう和紙をすくみたいにこうすいてですね、手すきのりっていうのがあるんですけども、その体験のですね、イベントがあったんですけども、これもコロナで中止になったことによって2年連続でできないっていうところもある中で、のりを使ってもっと発信をしていこうというふうな取り組みを作業部会の皆さんで企画をしていただきました。利活用協議会の中にこう実のこう企画活動部隊の作業部会というのがあります。実会員さんが25人ぐらいいらっしゃいます。ノリ好きって手好きなんで、でノリが大好きなんでノリ好きでノリでノリノリで魅力発信みたいな、タイトルになりました。で、ですね、これ実際ノリを使った展示の作品でですね、左側のこの牛さんのこう黒い部分全部これノリなんですよね。で、左下のこの、これポインターを打つのかな、これ貝殻で作ったバラですね。とか右側の方はこれはですね、海苔をこう細かくこうですね、フードプロセッサーでこうちっちゃく切ったのをですね、こう海苔で貼ってある。これ今日参加の岩原さんが作った力作になってて、上の方はこれさっき紹介した潮吹き貝を細かく砕いて、アクリル絵の具かなで、着色してあるっていう、これオリンピックくまモンっていう。これくまモンの許可をちゃんと取らないといけなかったって話を後で裏話を聞きました。使用許可ですね。あとはですね、この頃から動画配信もですね結構やってて、なかなかこうですね、こう作品を作るとか、自信がない皆さんにの中の一人で、じゃあ恵方巻きをですねこう食べてアラオヒガタの海苔は美味しいんだみたいなのですね、こう写真撮ってもらって、動画で配信するみたいな、こういうふうなこともやりました。写真が得意な方はこういうふうに海苔の漁場の写真を撮ってもらったりとかですね。ここまでが海苔の展示です。次です。今度は巡回展示も新しく始めました。今年の3月なんですけども、有明海にはですね、私どものアラオヒガタをはじめとした、東岡ヒガタって佐賀市になります。もう一つが、鹿島市の肥前鹿島ヒガタ。2017年の AWS のアジア湿地シンポジウムに参加された皆さんは分かると思うんですけども、これ有明海に3つ今ラムサールの干潟があるんですね。で、そのうちの肥前鹿島干潟っていうのが2015年に、登録されてるんですけども、
この年からですね、ラムサールガイオリっていうのを、鹿島市の方のラムサール条約推進室が発行しています。部数が、結構な市内全部の小学校に配ってるんで、1万枚、そこまでいかないか、何千枚か確か、カラー印刷で確か配ってるやつですね。中村さやかっていう、うちの妻がこれ手書きで描いているイラストのラムサールダイアリーですね。で、この原画展をですね、巡回展でやろうという話になりまして、鹿島市の方の、鹿島市平田交流館というところを皮切りに、私どものセンター、その後が東岡干潟の日笠というところで巡回展示が行われました。約1000部ですね、ラムサールダイアリーは1000部発行されています。市内の小学校4年生から6年生ですね。で、この原画が74点確かありました。これを展示しました。結構な数でしたね。右側はその時の、熊本日日新聞の記事になります。この時私は髪の毛が坊主でした。なことはどうでもいいですね。はい、次行きます。はい、その時の展示の様子になります。あ、2階の帳簿ゾーンというのがこういうふうな感じになります。次です。これはですね、実際依頼というかですね、打診があって実現したものなんですけども、福岡市の方にある、九州産業大学ですねの中の経済学部の、沢田先生のグループの皆さん、もともと沢田先生が鳥とかラムサールとか、興味がある先生ですので、そこのグループの皆さんに美術の絵を描く皆さんがいらっしゃいました。この皆さんがカーボンニュートラルとかブルーカーボンに対する展示を行ってみたいというふうな話がありまして、まあ春だったんですけども、実際展示をすることができました。これ本当はですね、もうちょっと長く展示をしたかったんですけども、4月の19日からコロナで臨時休館になったためにですね、もう2週間足らずの展示になっちゃいました。実際だから学生がですね、このように荒尾干潟に飛来する鳥をですね、これプランクトンネットぐらいのきめ細かいこうシートにですね、書いてもらっている作品になります。こう下の方からこう水がポトンと落ちて広がるこうゴミのことを考えるみたいな、さすがこうアートの世界だなっていう、新しい視点での展示っていうのも、大学生の皆さんによってうち実現したことになります。この展示に関してはまた今年度も、なんか今年度この芸術のグループの生徒さんが増えたみたいなので、またしたいという話にもなってきているので、はい、新しいこう巡回展示プラスこう地元の大学とかですね、そういうふうな皆さんからも今新しい動きとして展示に生かすことができています。大学系はもう一個ですね、有明海のこう干潟関係の研究で第一人者の先生があって、今年度退官された先生なんですけども、鹿児島大学の理学部の佐藤正則名誉教授の方からですね、鹿児島大の先生ですので、鹿児島の方の大学の博物館で行われた有明海の干潟の生物と人々の暮らしっていうですね、パネル展示があったんですけども、この作品をですね、やっぱりこう有明海の展示でもあるので、鹿児島で展示が終わりだったんですけども、これ、させてくださいっていうふうに声をかけさせてもらって、パネルとか標本とかを鹿児島の方に行って借りてきてですね、うちの方で巡回展示を行わせていただきました。これも5月いっぱいの予定だったんですけども、わずか2週間で臨時休館で終わってしまいました。巡回展示はですね、ただこれ、構想して、このあと鹿島市の方に巡回展示が8月ですね、行って、7月です。で、8月は、長崎県の諫早の方でもですね、巡回展があって、ぐるっとこう有明海を一周する展示につなぐことができました。中身がこんな感じ。大学の先生なので、文献的なパネル展示とかもありましたね。もともと佐藤先生は、タモ類、誤解に関する、研究の第一人者にもなります。有明川誤解とかですね、これ有明海特産種になるんですけども、こういったのを命名した先生でもあります。こういうふうな標本も実際展示を行いました。この標本の一部はですね、私どものセンターの方に寄託標本ということで、今後預からせていただいて展示する予定になっています。